はい、冷水のね、交差点の、まあ、そばにいます。まあ、こちらの一角にですね、まあ、このような場所があるんですね。はい。もうね、一番向こうが、まあ一番よくわかるんですけど、まあ、庚申塔です。そうだな。まあ、右から説明していきましょうか。まあ、こちらなんですけどね、まあ、よく見かけますよね。まあ、灯籠でもなければね、まあ、関市、石宮でもない。まあ、祠でもない。これはね、宝塔っていう呼ばれ方がしますね。まあ、宝の塔ね。まあ、一番下の部分がですね、まあ、基礎。基礎部分があって、まあ、真ん中の部分ね、まあ、塔身。まあ、塔身があって、その上に、まあ、傘。まあ、傘が乗っていて、その上には、まあ、総輪。まあ、こういったね、まあ、四つの構造に分かれている、まあ、宝塔ですね。中には何かあるのかな？ちょっと分かりづらいですね。まあ、ここにもね、まあ、文字が書かれているんですけど、まあ、念仏供養。まあ、このような文字は見えるんですけど、まあ、他の文字がね、ちょっとわかりません。よっ。まあ、こちらはね、まあ、典型的な、まあ、関市。まあ、石の祠です。まあ、ちゃんとね、柱の部分もね、まあ、補修がされてるんでしょうね。まあ、どこか行かないようにね、まあ、ちゃんと、まあ、ついています。そして、まあ、ここの部分はね、よくね、まあ、薬師堂なんかでね、まあ、そのお礼で、まあ、おでこっていうような言い方もするらしいんですけど、まあ、小さなね、石仏を奉納するみたいな、まあ、そういった性格のものかもしれませんね。なんか、前のところで、まあ、やっこね、まあ、それを、まあ、携えてるみたいな、そんな感じにも見えますけど。まあ、そちらにもね、あります。そして、まあ、メインはですね、もう、まあ、左からね、聞かざる、言わざる、まあ、見ざる。まあ、右からね、まあ、一般的には呼ぶんですけど、見ざる、言わざる、聞かざる。まあ、三ざるね。そして、この上には、まあ、正面金剛明王ですね。これは、まあ、いい感じに、まあ、できてますね。まあ、記念名もね、まあ、左、まあ、端にあるんですけど、宝永元年。まあ、ちょっと欠けてしまってるんでね、一番上の元号が、定かではないんですけど。まあ、10月吉祥日。正面金剛明王。そして、まあ、隣にはね、まあ、庚申塔。
こちらのね、記念名は、はっきり見えます。まあ、寛政12年です。江戸時代のね、まあ、後進信仰の、まあ、一番、なんていうかな、まあ、活発だった頃。まあ、冷や水のね、交差点のそばに、まあ、このような場所がございました。はい、こちらがね、まあ、群馬町して、もう今はね、高崎市になってます。重要文化財。西国部、まあ、石造薬師、まあ、日光学校、平成元年12月4日です。この2体の石仏は、左が、まあ、総高50センチ、まあ、増高41センチの日光菩薩、日光菩薩像。まあ、右は総高60センチ、まあ、増高42センチの学光菩薩像である。本来日光学校の両菩薩は薬師如来の、まあ、教示物であることから、西国部薬師堂内の薬師如来像と組み合わさり、薬師三尊像として一体であった可能性が考えられる。群馬町内には中世紀石仏が20体ほど現存するが、この2体は立体的な肉厚感、明瞭な首の表現などから、本町で最古の南北朝時代のものと推定される。はぁ、まあ、町内に石仏20体。まあ意外と少ない問題ですね。その、まあ、左、日光菩薩像。はい。こちらが左側の日光菩薩像です。確かに、まあ、重量感というか、まあね、厚みがあって、まあ、かなり、まあ、重厚な感じを受けますね。そしてこちらが、まあ、学光菩薩。まあ、こういった感じでね、まあ、薬師如来像の左右にね、まあ、教示物としてね、本来ならば薬師三尊になるわけなんですけど。なぜかしらこの地に、まあ、両菩薩がいらっしゃいます。そちら方向からね、まあ、歩ってきました。このね、県道はね、まあ、前橋金子線っていうのかな。あ、こちらにね、まあ、更新と平成12年、まあ、更新5月期日。まあ、引間のね、中宿宇治湖中。まあ、これはね、実際に更新、進行をして、まあ、しているね、まあ、そのための更新塔ではないですね。まあ、こちらにね、まあ、整備された時の、まあ、記念みたいな感じで。ははまあ、こういった感じの書体もあるんですね。そして、まあ、更新塔のね、まあ、センターには、まあ、正面金剛明王。そしてね、まあ、こちらはね、よく見ると、ここのところに、暗く映っちゃうかな。まあ、八坂神社っていう、まあね、まあ、文字が書かれています。八坂神社です。
そしてこちらはね、まあ、天神様ですね。そしてこちらが、まあ、北斗小村、まあ、ここね近くにね、まあ、妙見様、まあ、妙見寺があるんで、まあ、そのね、まあ、北斗小村、まあ、きっとその絡みだと思いますけどね。まあ、こちらにはね、まあ、天皇様移転の日、まあ、先ほどの記念名と同じ時にね、平成12年5月、高渋バイパス工事に伴い、まあ、地域住民の要望であった通学路及び歩行者の安全確保、前橋足利線ですね、拡幅工事が進められました。天皇様敷地の一部もね、買収され、まあ、ご厚意により同面積の敷地と合わせ旧来寄りの敷地も寄贈され、ここに移転および外交工事の完成を見ることができました。まあそういった感じでね、まあ道路の拡幅工事のためにね、まあこの場所にね、まあ移転整備されたと、まあそういったことですね。でもきちんと残ってよかったですよね。